あ、具合悪い。私久々かも、こんなになんか具合悪いの。あ、そう。でもさ、今日さ、私さ、アラームを設定してると思ってたの、うん、アラーム設定してなくて、起きたらちょうど2時半だったんだけど、まぁ、あ、ちょっとギリギリなんだけど、なんか夢で、何で起きたの、マスクマスクマスクって起きたの私なんか夢で、なんかよくわかんないけど、マスクマスクマスクってハッてなって起きたのマスクマスクってなんで夢見てたかも全くわかんないけど、そのマスクで起きたの。え、言ってたってことじゃん。あ、私がじゃないよ。夢で言ってて起きたの、3回目のマスクで。マスクマスクマスクって。なんか追い詰められてた。そう、多分絶対そう。だから私、歩いてる時マスクしないのね、外で。いや、どっか入る時とかはマスクするけど、それのなんかバチが当たったのかなと思う。だから、マスクマスクマスクってすごい誰かが言っててさ。すいませんとか言って。めっちゃ注意されて起きるんでしょ。しんどかった。寝起きが変に悪かったわ。ワンゲロしてきたもんね。家でワンゲロ、こちらでワンゲロ。うん。ツーゲロね。うん。なんか OS1 ってさ、いいと思ってたんだけど、刺激だね。そうね。うん。ちゃんと OS1 出たっぽいもんね。体にピースみたいな感じで。出ちゃったから。全然ピースはねえのよ。訴えられろ。マスクが衝撃すぎてさ、ずっと頭に残ってるもん。マスクマスクマスクってこう、どんどん大きくなっていくの。また声出してたら出ちゃうから気をつけて。あ、声出してた方がいいの。忘れたいの、いろんなこと。気持ち悪いとかいろんなこと。まあ、ずっと忘れな。マスクマスクマスクってこう。もうダメだ、今日ダメな日だ。今日相談乗れません。うちらの相談乗ってもらおう。マスクの夢見たときどうしたらいいですかいや、ほんと衝撃的すぎて、それ忘れれなくて、これどうしてもみんなに伝えたかったの、共有したくてありがとう。ほんとでもない。でも石垣島で30分なされてたらしいんだよ。やだわ、自分でわかんのに、覚えてないんだけど、ずっと30分叫んでたみたいな。うわーみたいな。そう、そいつもそいつだよね、起こせばいいのにさ起こすよね、普通そこまで叫んでたら。10分ぐらい叫んだら起こすくない。いや、大丈夫みたいな、ダメ、寝言の時は起こしたら死んじゃうから。いや、死なない、話しかけたら死ぬけど起こすことには大丈夫。あ、そうなの。私はでもほっとくかも。本当30分、うん、起こすでしょ。起こすよね。起こすでしょ。起こしますよね30分だってまあまあだったらしいよ。あーのマスクマスクのマスクマスクあーられてる。あと明日よ、きっと。あ、そう、うん、見るかな、なんか、うん、夢見たとかでもないでしょ、自分の中では。なんかね、なんか見た気がするんだけど、でも覚えてないよね。ああ。30分か叫ぶわ、マスクで起こされるわ。なんか怖いんだけど何なんだろうね、私ね呪われてる、頑張ってるのにねあんたなんてさ、自分で動画作ってさ、たまの休みだと思ったらさ、うなされてんのよ、30分叫びながらね心配されることもなく見つめられるって。まあ晴れたからいいけど。まあね、それすごい、全てもの救いかもね、晴れた。私が海に立った瞬間、晴れ間見える怖い怖いもん、なんかわー曇りだね劇場がさ、こう、こう開くときみたいな感じだね。カーテンみたいな。あ、そう。弾幕がね。あ、そう。で、そこで言うんでしょ。マスク、マスク、マスクって。あーだから、そんな繋がることある。俺だけ喋られたら、私、本当に落とさなきゃいけなくなっちゃうじゃん。マスク、マスク、マスク。あーで、今日も今夜でしょ。何があるだろう。ねえ、怖いね。もう、それが頭から離れない。マスク、マスク、マスク。たまに言ったらごめんね。あ、なんかもうちょっと寝てると思ってて、なんか寝言だと思って聞いてて、急に喋りながらマスクマスク、あ、ねえ、ああ中断ちょっと休もう。そうね、なんかみんなに言われ、ごめんね今日撮影とか入れちゃってとか言って帰ろ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 それ、マスクマスクマスク帰ろ帰ろ帰ろ、マスクマスク、あー怖い、情緒が土砂崩れ。近いうちに亀田さんを呼んだ方がいいと思う。確かに、
確かに亀田さんでも修行前に行きます。そんなギャルみたいなこと修行前に行きます。私たちなんかまた変なのついてる、ね、ついてるついてる。だよね。だって私ここにね、よくわかんない引っ掛け傷があったの、うん、何もしてないのに。だってどうせ覚えてないじゃん。あとね、あざがね、一生消えないの。ね、それね。何それ、うん、昨日消えたと思ったら、なんか復活しちゃった。え、あざって復活すんの？見た。で、なんかねリバースみたいな。あ、そう、なんかあ、え、リバース何戻ってきた。リバース戻ってきた。何今の何の儀式今の。え、何だろうね、それ。いや、そこにあざできることある？ない。でも噛みつかれたみたいな音じゃない。いや、みんな言うけど、そんな小口なことある？ねえキスマーク憧れてたキスマーク。痛い？全然痛くないの。痛くないんだ。みんなに言われるの、どうせ痛いでしょって。え、感じる。で、なんか私ほら今脱毛行ってんじゃない？知らない。全然知らないし。月一で脱毛行ってんだもんね。うん、知らないけど。で、続けて。で、なんか。あ、マスクマスクマスク。で、何脱毛が何？でさ、もう何ヶ月も行ってて、で、まあ、島根から帰ってきてちょっと行けなくて1ヶ月ちょっと経ってたのね。いろんな人に最近ここが濃いねって言われてたの。この俺がね、確かにと思って、脱毛行ってんのに濃いわって。で、脱毛屋さんに行ってさ、なんかさ、みんなにさ、濃いって言われてさ、鏡で見てやっぱ濃いって思うんだけどさ、みたいなこと言ってさ、見てもらって、あ、ちょっと濃いですね、と言って、うん、でも大体なんか25歳ぐらいで、なんか毛の生え方とかさ、毛根って決まってくるんだって。あ、そうだね、そうだ、うん、そうそう。そっからの脱毛してるから、そんなに青くなるっていうか、ことはないですよね、みたいな。復活することはないんだよね。ないって言われたの。うん、で、あ、これ多分やる気出してますね、と。もう今が今からまたやる気出すの？やってんのに脱毛してんのにやる気出してきちゃって、ずっと濃いんじゃない。お金なんかドブに捨ててるみたいなもんじゃない。やっては増えやそうやる気出してますねってどういうことなんですかねとか言ってお米みたいな収穫して、あ、そう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 、 あれでしょ、なんか、なんだっけ、あの豆苗、あ、豆苗豆苗、あ、豆苗と一緒なんだよ、ここが切っては生え、うん、切っては生え。でもほら、なんかさ、毛ってさ、守ろうと思って生やすって言うじゃない？うん、何から守るの？わかんない。オゾン層とかじゃない？わかんない。オゾンだけ。あ、やめて。だから歯からじゃないの？あ、そういうこと？やっぱこの辺から入ってる。唇全身でみたいな。もはや見てみたいわ。ブル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 。あ、出ますか？マスクピョーンってなる。この番組昔なんかあの電車に乗ってる時なんて電車、あ、この話しない方がいいか、これ大丈夫なのかな、なんか電車で入っちゃったの、間に合わなくて急行で、その時マスクしてたんだけど入ったらビヨーンってなったので、あれでしょ、ビヨーンって戻ってこないでそうで、そのまましゃがんでて、ちょうどたまたま自由が丘駅で降りるみたいになって、なんか起こされて、あ、お兄さん大丈夫ですかみたいな感じで、まあお姉さんだけどって思いながら降りるわけどうでもいいわ。でパッと後ろ向いたら、なんか掃除してるの。いやね、誰かしら履いた人なんてって思いながらテクテク歩いててさ、どうしますかって、あ、タクシー乗りますって言って、改札の駅でパッて見たらゲロがついてて、私じゃんって礼しました。で、その後なんかあのタクシー乗って家まで帰るときに、もうずっと具合悪くて、もういろいろ出るもんなくて、なんか緑芋がいっぱい出てたんだけど、いやだ、最初はちょっと止まってくださいとか言って、こうパッと開けてわって入って閉じてどうぞって言ってたんだけど、いよいよなんか止まってくださいが言えなくて、走ってる最中に自分でパッと開けてバッてバンってやってんの3回ぐらいやった危ねえから。じゃあ次の日すっごいスキル増えた。知らない。でも次の日さ、何時間後に電車乗らなきゃいけないからさ、同じ線使うからさ、サングラスかけていたんですよ、バレないようにバレてもないからね、聖子松田みたいなっていう過去がございまして、はい、まだ酔ってる生産性のない会話だな。ハハ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 ハ